はい、じゃあ今日のまとめですけれども、はい、今日は、さらにかかとをつけて立ち上がるコツと、座るときですね、座るときにかかとをつけて、座るコツというのが今日の内容ですね。前回と比べまして、だいぶかかとつけて立つことはすごく気をつけてくださってまして、今回のお悩みは座るときにどうしてもかかとが浮いてしまうというところが、ございました。いろいろ拝見していく中では、改めてちょっと立ち上がり方にもちょっとまだ問題が残ってたのと、それと合わせて、同じことを座るときに気をつけるとすごく良かったというのがあります。具体的に結論から申しますと、この猫背からこうすっとこうお辞儀の始めですね、体を起こすときにちょっと座骨を忘れがちだということと、座骨に乗るためにちょっと体の姿勢が大事だということ、あと深くお辞儀をしたときについつい決まってグッと立ってしまうのをちょっとやめて、お尻が軽くなるまでしっかりお辞儀をして立つというのが非常に良かったですね。座るときはその反対ですね。胸を張ってゆっくり深くお辞儀をして、足に乗せてそーっと降りる、頑張らずに最後まで足元に重心を置いていただくと、かかとが浮きにくいというのが、今日の内容です。ちょっと一つ一つ解説をしていきますけれども、今回ですね、だいぶお尻、前回はお尻の外側ではなくて真ん中をつけましょう、そうするとかかとがつきますよというのが前回の内容です。で、前回もその練習効果すごく出ておられまして、こうお辞儀した時にはかなりお尻はつけるようになっておられました。でもここで問題になったのが、やっぱりかかとが浮いてしまうよと、あと太ももがどうしても突っ張りがありますよというところが、今日の問題でして、これもお尻、ご自身でお尻はちゃんと乗ってるよという自覚はあったんですが、それでもかかとが浮くというのは、やはりその自覚はないけれども実はうまくいってないところがございました。具体的には大きく2つありまして、1つは前後の、重みの変化ですね。具体的に申しますと、こうお辞儀をすると椅子のへりではだけではなくて、太ももの裏全体が重たくなって後ろが軽くなる、お体を起こされるとお尻の真下が重くなって太ももは軽くなる、このことがちょっと左忘れてました。で、実はそれを気をつけたらちょっとマシになるんですが、それでもちょっとまだすっきりしなかったんですね。今回それで出てきたのが、座骨になります。で、なぜ出てきたかというと、これも大久保様からのお話の中でヒントがありました。具体的に言うと、この実はお辞儀のし始めからこの辺りで足の力が逃げてしまうんだよっていう違和感をおっしゃってくれたんですね。で、具体的にはこうかかとが浮いてしまって力が逃げていってしまうというのがお聞かせいただきました。実はその症状が出てくるってことは、その前後で何かうまく感じられないという問題があるんですね。それを細かく体の反応を見ると、触った感じですとこの前後この辺りで、こっちの方が非常に座骨がどっしりしてて、座骨がどっしりした状態で座骨の前に乗ってるんですね。座骨浮かないんです。でも左の場合、その辺りの座骨どうですかって聞くと、まず薄いのと、前に行った瞬間に座骨も浮いてます。これが実は根源ですね。座骨が実は浮いてしまうから太もも突っ張ってかかとが浮くというのが今日のポイントですね。なので解決策はその反対、まずはここちょっと猫背から背筋をグッと伸ばすときに座骨を乗ることをまずしっかり確認しましょう。この時にご自身で気づかれたのは、猫背よりも起きている方が座骨に乗りやすいよ、これすごい大発見です。で、これが一番大事。次、お辞儀をする時もこう体を胸張っておく方がいいのと、座骨が浮かないように、そうそう、残しておく気持ちを持つ。そうすると座骨の前に非常に乗りやすくなります。そうすると非常にうまくいってるので、太ももの突っ張りが減りますのと、かかとにも力が伝わりやすくなってまいります。なので気持ち、そのお尻が浮きやすいので、だんだんお辞儀をすれば軽くなるは軽くなるんですけれども、少し座骨が極端に浮きやすいので、それを少し維持した状態で徐々に前にお辞儀をしていただくと非常によろしいです。なのでまずはこのしっかり伝えてお辞儀をする、ここまでが一番の練習でいいですね。ついつい急いでしまいます、特に後半今回その後半が
のが実は大事なところで、お辞儀をしてさあ立つぞになると、ついつい今まで通りの右足右手でガッと踏ん張る癖がまだ残ってます。それが実は改善できるポイントでありまして、お辞儀を深め、ここまでいいですね、はい、ここからもっとお辞儀を、まだお尻重たくなってますから、もっとお辞儀をするとお尻が軽くなって足元にグッと乗ります。そこまで深くお辞儀をしてから立つと、そんなに頑張らなくても立てるんですね。これが大きな発見です。今までお子さんの場合はこう立ち上がるイコール頑張って踏ん張って立つというご経験が長いので、それをこういうふうに気をつけたら、こんなに軽く立てるんだよっていうふうにちょっとずつ切り替えていけると非常にいいかなと思います。これが立ち上がりで、座るときはその反対ですね。胸を張ってしっかりお辞儀をして、そうさっきぐらいですね、さっきぐらいお辞儀をしていただくと足に残りやすいです。で、今回ポイントはこの座る間際ですね。座る間際になると浮きやすいです。かかとも浮きやすいんですが、これ実はなんで浮きやすいかというと、足元への意識が薄れてしまって、お尻をつけること、どこにつけたらいいかとか怖いかなっていうところに意識が持ってかれると、かかとが消えます。その瞬間につま先にボーンと体重がかかってグラグラになってしまいます。なのでお尻がつく、触れるまで意識の中ではかかと、足元っていうのを残しておくっていうのは非常に有効です。そうすると結果浮きませんので、どうしてもこうお尻ちゃんとつけるかなとか、そういったところがすごく意識には浮かびやすいので忘れがちにはなるんですけれども、この時も頑張らずにそーっと足元に残して残してってしていただくと、結果としてかかとは浮きにくくなってまいりますので、ぜひまた試してみてください。